トマトのリコピンは中でも特殊ですよ。いいですか？リコピンっていうのは抗がん、精巣にたくさん蓄積されるんです。もっぺん言います、大事なんで。抗がんにたくさん蓄積される。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清夫です。女の人を落とすかっていうね、今日はですね、栄養学、薬理学、医学、こういう知識を総動員して、実践しやすいデート、食事、栄養、こういうものについてね、お話ししていきたいと思います。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。55歳男性で下半身に効く食事、デート、いきなり言っちゃう。もう下半身に効く栄養、こういうものをね、考慮しながら、しかもバレずに、プランを立てて考えたら、こんなところにたどり着きました。ということですね。55歳男性、久しぶりに1年以上セックスしていない。こういう条件でですね、久しぶりということにしました。再開する。まあ、セックスにちょっとだけ、前はできてたんだけど、ちょっと自信が持てない。今回初めてのね、彼女ということでね、ちょっと持てないっていうね。で、その時の不安としては、もちろん、仲割れしちゃったらどうしようとか、勃起しなかったらどうしようとか、不安と緊張が入り乱れている状態です。もしね、下手って思われちゃったらどうしようとかですね。でも、すごいって思われたいとかですね。で、彼女の設定としては一応、バツイチ彼女45歳。まあ、こういう設定でですね、デートを進めていきたいと思っております。55歳っていう男性の年齢はどういう風なイメージでしょうか。そうです。まあ、中年、初老、更年期。まあ、こういうシチュエーションですね。そうすると、前とはちょっとずつ体が違ってきている。高血圧、糖尿、高脂血症。こういうね、合併症も増えてきているし、勃起はするんだけれども、なかなか維持力がいまいちっていう感じになってくると。なので、まあ、中折れしやすいとか、最後までいけなかったとかね、ちょっとだけ不安なんですね。で、セックスの基本なんですけれども、血管がね、広がるためには、リラックスしなきゃいけない。でも、少しバクバクしていることも悟られたくないと、スッとする。ね、最近中折れが気になっている、勃起力の減弱が気になっている男性です。全くダメじゃない。全くダメじゃないけど、大丈夫だと思ってる。思ってるけど、保険はかけときたい。っていうちょっと気持ちないよね。そうすると、ここで ED 治療薬を飲んで準備しておくことにしました。ED 治療薬の方はバイアグラ、レビトラ、シアリス。この3つがあるんですけれども、今回は私はね、シアリスを選んでみました。で、この理由っていうのは、バイアグラでもレビトラでも使い慣れている薬があればいいんですけれども、もし使い始めるときはシアリスの方が今回のシチュエーションとしてはいいと思います。一つは、空腹時に前もって余裕を持って飲んでおくことができる。なんでかっていうと、シアリスっていうのは確かに飲んで効果を出すまでに1時間はかかりますよ。空腹時に飲んだ方がよく効きやすいから。なんだけれども、作用時間も35時間と長いから、自分のタイミングで、そう。まあ、性的な刺激によって、ちゃんと効果を発揮しやすい。で、しかも、朝しても、昼しても、夕方しても、夜しても、そしてまた次の朝もしても、まあ、一粒で大丈夫だから、そんなに気痩せすることはないよね。なので、自分の思うタイミングで OK ということで、まあ、長時間効果が効くから安心だっていうことも、自分にとったらメリットです。なので、ED 治療薬を使ってみようと思った場合には、今回の場合では、シアリスを選んでみました。いいですか？このシアリスなんですけれどもね、非常にですね、安全性が高いように医療機関で処方してもらってください。もちろん、富永ペインクリニックのオンライン診療で全国発送もいけます。オンライン診療の方法がですね、結構スマホ1本で、アプリ1本でできるんですけれどもね、アプリの使用方法がわからないというお問い合わせもいただきますので、電話は0120-131-5400120-131-540、こちらの方にですね、お電話いただきますと、アプリの操作方法を無料でお電話で教えてもらいます。富永ペインクリニックのオンライン診療の方で全国発送を受けてもらっております。またご相談ください。目的は下半身に効くランチを選んでみたいと思います。いいですか？下半身に効くランチです。なのでですね、もう一日のポイントはもう大人ですからね、もうそこにあるんです。ただ彼女の満足度も十分得たいです。あなたは違うと思われたいじゃないですか。なので、下半身に効くランチ、私なら3つ選んでみます。豆腐料理屋さん。2つ目がね、刺身定食とか、なんか鮭定食とか、そういうサバの煮込み定食とかある。
お魚屋さん。で、3つ目がイタリア、まあ地中海料理のお店です。イタリア料理。いい？じゃあ1つ目、豆腐屋さん、豆腐料理屋さんをなんで選ぶの？これね、なんかね、女子好きそうでしょう。ね、湯葉料理さんとかね、あっさりしてて、ちょっと手が込んだ豆腐料理とかだと、創作料理だと気分上がるよね。でも、なぜあえて今日豆腐料理屋さん選んだかっていうと、まあ、55歳男性でちょっと ED 気味の人っていうのを今日は家庭に入れてますね。そうするとちょっと不安なんですよ。あの時に立たなかったらどうしようとか、ちゃんと硬くなるかなとか、ちょっと緊張してます。しかも初めての彼女との、まあ、セックスしようかなっていうデートの時なんで、ちょっと緊張してます。そうするとここで欲しいのが、脳内にはセロトニンが欲しいわけなんですよ。なんでかっていうと、セロトニンにはまあ、ストレスの軽減効果がある。でセロトニンをまあその時に増えろっつっても原材料がないと増えないでしょ。なのでセロトニンを作るためにはトリプトファンっていう必須アミノ酸が必要です。必須アミノ酸っていうのは私たちの体の中で外から入れないと自分の体、人間には作ることができないアミノ酸です。でこのトリプトファンは口から取るしかない。ならば何から取ったらいいんですかっていうと、たくさん含まれているのが大豆製品、まあ、だからね今回ねの豆腐料理屋さん勧めてます。いいですか。とチーズとか乳製品もたくさん入ってます。だから牛乳とかチーズもいいんですね。あとお肉、魚、お米、こういうものにトリプトファンはたくさん含まれています。でね、豆腐料理がいい理由、豆腐料理屋さんがいい理由としては、もうねちゃんとトリプトファン取ったから大丈夫だと、しかも植物性だと落ち着けっていうね、自分へのねプラシーボ、心因的な効果もありますし、あんまりねお腹がねもたれないよね。この豆腐料理だとね、なんでっていうと、もたれるっていうのは何なんだっていうと、やっぱり消化が進まないわけよ。こうたくさん食べ過ぎたりすると消化器の動きがすごくね、若い時とかは違って、非常に消化が悪くなるとお薬の吸収とか、ね、悪くなっちゃう。そういう影響をできるだけ排除したいのね。でここにトリプトファンっていうのは大豆じゃなくったって肉でもいいんじゃないの？そう、反対に肉の方がたくさん含まれてるんじゃないの？先生ってね。そうなんだけどさ、動物性タンパク質にはね、まあ、特に牛肉とかそうなんだけども、バリン、ロイシン、イソロイシンっていうね、その必須アミノ酸が含まれています。いいですか？バリン、ロイシン、イソロイシン。これ BCAA って言うんですけれども、これらの必須アミノ酸も多く含まれている。でも、この BCAA がトリプトファン、今回一番必要なトリプトファン、これをね、BCAA があることによって脳への取り込みをねちょっとね影響しちゃうのよ。そうすると不利なのね、いくらトリプトファン取っても。なので植物性の方が今回トリプトファンだけを脳の方に有効活用したいので、お肉にもトリプトファンはあるんだけれども大豆食品ということでお願いしたいと思います。いいですか。それでストレスを解消して不安を取って、できるだけリラックスした形でセックスの時の不安緊張を取り除きたい、まあ、こういう作戦ですね。で2つ目ご紹介して、これもいいんじゃないって言ったのは刺身定食が美味しい定食屋さんです。いいですか。魚にはトリプトファンが非常にたくさん含まれています。でも先生、さっき言ってたじゃん。動物性のトリプトファンは BCAA、バリン、ロイシン、イソロイシンがたくさん含まれてて不利なんじゃないのって言うんだけれども、実はこの動物性のトリプトファンね、炭水化物とね、お米とビタミンの B6 を合わせて取ると、血糖値が上昇して BCAA が筋肉に作用して脳内トリプトファンの合成が促進されるっていう作用がある。だからトリプトファン単独で取るというよりは、お魚に定食のお米つけて、そしてビタミン B6 がリッチなものを選んでおけば有効性が非常に高いということで、ビタミン B6 がたくさん含まれている魚をできたら選んで定食屋さんで食べてほしい。中身は鮭が一番おすすめです。あんまり高価じゃないし比較的手に入りやすい鮭をねメインにした定食なんかいいと思いますよ。あとサバね、サバ、そして今年はちょっと高いんだけれどもサンマ、こういうお魚にビタミン B6 が多いです。ですから少しお米、まあ定食のお米取りながら軽く取ってメインを魚に取ってみるといいです。しかもですね、この鮭にはアスタキサンチンっていう成分が含まれています。鮭のあのピンクの色ですね、赤ピンク、あれは非常に抗酸化作用が強い物質です。血管の老化を防いできます。
これはね、ベータカロテン、人参とかに含まれているベータカロテンの5倍ありますね。ビタミン BE の1000倍、そしてビタミン C の6000倍相当の強さの抗酸化作用があります。ですから、若返りとか、ペニスの血管の老化とか、そういうものを防ぎたいと思ったら、やっぱ鮭ってね、アスタキサンチンに非常にね、いいですよ。刺身定食、もしくは鮭、サバ、サンマ、こういうものがね、美味しいお店にいただけるといいと思います。くれぐれもですね、食べ過ぎには注意してね。で3つ目、イタリア、主に地中海料理屋さん。今日のメインテーマは下半身に効くランチメニューですからね。いいですか。なぜイタリア料理屋さんを選んだかというと、もうメインはトマトのリコピンです。もうこれも抗酸化作用があります。でね、トマトのリコピンは中でも特殊ですよ。いいですか。リコピンというのは抗がん、精巣にたくさん蓄積されるんです。持っています、大事なんで。抗がんにたくさん蓄積される。これどういうことかっていうと、直接作用するっていうことですよ。抗酸化作用とか言ってね、血管とかによく効くとかいうのはあるけれども、抗がんにたくさん蓄積されて直接作用で老化を抑制するって言ったらすごく良くないですか。ということで、抗がんのアンチエイジング食材として非常に今トマトがリコピン、ね、トマトをたくさん、トマトに含まれるリコピンが非常に注目されています。なのでイタリア料理、トマトたくさん使いますからおすすめです。そしてね、もう一つはね、ニンニクもたくさん使いません。ニンニクにはアリシンという物質が含まれています。代謝をアップ、そして体を温めて血流を改善して男性ホルモンの分泌パワーをアップしようっていう食べ物ですね。ニンニク食べ過ぎには注意してください。アリシンも同時に摂れる料理が多いですよね。で、地中海料理の王様といえばやはりオリーブオイルですね。これも抗酸化作用があります。血管の老化を防いで体を若々しく保つ。でもね、私たちが今日言ってるこの血管っていうのはどこかって分かってますよね。陰茎肺動脈です。いいですか。体の大動脈から出て骨盤底を通ってペニスの先に行っている、あの一番勃起に大事な動脈です。細いんです。体の中で一番先っぽにあるから。だからこの血管の老化を防ぐ抗酸化作用とかいうのを見たらね、皆さんビビビッとこないといけません。いいですか。不安になった時ほど、そうだ抗酸化と思っていなくちゃいけないですよ。なのでイタリア料理、地中海料理、非常におすすめなんですけれども、注意点もあります。パスタ、ピザなど炭水化物も非常に多いです。なので ED 治療薬ね、お腹がいっぱいになっちゃって満腹になっちゃうと ED 治療薬の効果非常に落ちてきますのでね。さあ、なぜそういうことをするかというと、ポイントはもうね、今日のね3つの料理はいずれも女子受けがいい。豆腐にしてもね、イタリア料理にしてもね、そしてお魚もね。で、軽く済ませようと思ったら、しかも自分で調節ができる料理ばかりです。コース料理とかじゃないから。でもポイントはいずれの料理も、ね、たとえ薬 ED 治療薬シアリスを飲んでいてもお腹いっぱい食べない。もうこれがね、肝中の肝です。なんでかっていうとね、 ED 治療薬っていうのはメインの働きっていうのは PDE5 阻害薬っていうんですけど、ペニスの血管を拡張する、まあ、これが主な働きです。シアリス、レビトラ、バイオグラ、全部そうです。いいですか。血管を拡張する。そうすると、まあ、結果的に勃起力が上がりますよね、ペニスのね。だから血管を拡張する選択性のある血管拡張薬。いいじゃないですか。でも考えてみて、お腹いっぱい、腹いっぱい食べました。何が起こりますか。胃や腸を動かさなくちゃいけないんですよね。消化吸収のために胃腸を動かす。でも何でもないのに胃腸だって動きませんよ。血液が必要です。酸素も栄養も必要です。胃や腸を動かすね。ってことは何言ってんのっていうと、自分の体の中の血液量を胃腸に持っていかれるってこと。ってことは、そうです。いくらシアリスを飲んでペニスの血管を広げようとしても、胃腸全体の血管が、血流がバッと上がっちゃったら、そのペニスにちょっとだけ広がった血管なんかも、キュッと下がるの分かるでしょ？だからね、薬を飲んでいてもやはり空腹時にセックスをし終える、そういう戦略を取ったデート戦略の方が薬の効果が得やすいっていうことが分かりますね。この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、すっごいびしょ濡れ極上のネバッグを公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけるとURL が表示されます。次に概要欄中ほどにある青い URL をクリックして、無料動画極上のネバッグ受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったらと思ったら、いいねボタン、チャ
チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画極上のネバッグへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。